カイル・チャンドラーはアメリカ合衆国の俳優である。米、ニューヨーク州バッファローに生まれ、ジョージア州の小さな町の農場で育つ。ジョージア大学で演劇を専攻。ABC にスカウトされて契約を結び、ロサンゼルスに引っ越す。ホームフレント、アーリーエディション、フライデイ・ナイト・ライツなどの TV シリーズで活躍する。6年にはゲスト出演した人気シリーズ。 グレーズ・アナトミー・コインの解剖学でエミー賞にノミネートされた。映画ではピーター・ジャクソン監督が往年の名作をリメイクしたキング・コングやキングダム、ミエザル敵などに出演。スティーブン・スピルバーグ制作、JJ ・エブラムス監督のスーパー8、スーパー8では主人公、ジョーの父親役を演じた。1965年9月17日に ニューヨーク州バッファローで生まれる。父親は医薬品販売担当者で、母親はドッグブリーダーであった。彼らの4番目の子供で兄弟が3人いる。11歳までイリの移住、レイクフォレストで育ち、その後ジョージア州、ローガンビルの小さな農場へ家族で移りました。子供の頃は両親のドッグショーの手伝いやフットボールをして過ごし、 1978年に、父親が心臓発作により他界した後はフットボールをやめ、演劇を始めた。高校卒業後、ジョージア大学に進学し演劇を専攻するも、他に不足な上に、テレビとの契約もあり中退、ロサンゼルスに拠点を移した。2007年以降は、テキサス州ドリッピングスプリングスの牧場で、犬やロバを飼い、ボランティアの消防士などをして、 家族で暮らしている。2014年には晩年アルツハイマー病を患っていた母親が高い。1995年にドッグパークで知り合ったキャサリン・マッコーリーと結婚。彼らの間に二人の娘シドニーとソーヤーがいる。ありがとうございます。